では今日は、先ほどボブで、ちょっとヘアアレンジブレードヘッドやってみます。まず両サイドに、思いつきで1つワンカールずつ作ります。そして後ろを4等分にして毛を重ねて持ってきます。まあ、BP804 長めのもので、まず両サイド、もう本当にあのモデルさんの洋服を見せていただいて、洋服の似合わせでいきなり作るんで、特にあの最後の結果があのおぼろげにできてるだけなんですが、まずバッグを4等分にします。でこれもちょっと放射線状っぽく取ってみます。でここを後で処理します。で最初にまず両サイドを、せっかくここにカラーがあるので、カラーが外側に出るように、外側に出るようにちょっとピニングしてみます。まあ鏡を、僕らは鏡を見てないんですが、鏡を見て似合わせの感じでここにハーフカールが欲しいなっていうところに取ります。見た感じでこんなカールがあったら可愛いんじゃないかな、もしくはこの色をちょっと出してみたいなっていう、ただそれだけですね。そしてここに角度をこうちょっとくの字型にくゆらせて、もう本当にそうですね、はい、後ろさっき4等分に取るって言ったんですが、まあ、あまりにも簡単で1分か2分でできちゃうんで、後ろ4等分取るところに若干少し色をつけてブレードを入れてみてやってます。まあ、それでも多分5分ぐらいで終わってしまうんですが、一応こんな感じで一生懸命4等分に分けたブロッキングを遊んでます。サイドはただワンピンでカールを落としただけですね。でこうくゆらしたりいろいろすることにおいて、髪の毛がものすごく色が、こういう2ブロックに入っているのがすごく目立って、良さが出てくるんじゃないかなと思ってます。でここで絡ませます。そして単純なヘアスタイリング、ヘアアレンジなんで、素人の方でもできますので、ただバックのボリュームが少し入ることによって、サイドから見た時にちょっとだけいい加減な頭なんだけど、少しプロっぽい感が出るようにバックにここにボリュームを持ってきます。でこれで全部で合計でピンもピニングも3つ3本あるだけですね。でさすがにボブでショートここないんで、もうこれだけです。はい、これでちょっとウォーキングしてみたいと思います。